皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミ代表植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間です。この番組はリスナーの皆さんからいただいた恋愛結婚の悩みを解決し、そしてホットな話題をお届けする番組です。なんといっても私植草美幸は歯に衣着せぬ物言いで本音でズバズバ切りまくります。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先週、はい、海外に住んでながらも、はいはい、その婚活ってどういうふうにするんですかっていうことで、お話ししていただいたんですけれども、はいはい、なんかブログにも、はい、アメブロやってらっしゃるんですね。そうなんですよ、はい、オフィシャルブログで、うん、ビジネスランキングがいい時はベスト3にあるんですよ。はい。1日のアクセスがアメブロで多い時5万9000とか、へえ、そう、結構しょっちゅう更新されてるんですか。毎日更新で、うん、そこのブログでは成婚した方たちのご紹介と、うん、まあ、うちの場合3日に1人もしくは2日に1人成婚するんで、はい、その方たちの喜びの声ということで、報告書を私が書いて、こんな風になる、そのまんま写真で撮って書いていただいたもの、あとお二人のお写真、顔の上にハートでよく見えないんですけど、うん、私と嬉しそうに写ってるのと、あの報告、うんうん、結構報告を載せてらっしゃって、はい、それを載せて、でその中に海外にいながらも婚活ができるっていうことなんですけど、はい、結局昔みたいにね、この人どうですか、あの人どうですかっていうふうに紙で動かないんですね。アルバムみたいなのにしてみたいなんじゃなくて、はいはいね、そんなんじゃなくって、例えばスマホとかパソコンとかで中に入ってるシステムを使って、お相手の検索ができるんですね、うんうん、だからどこにいてもいいんですよ、はい、それこそ電車の中でも婚活できる。そうそうそう、見えちゃダメだけどね、うん、人に見えちゃダメだけど、うん、お家でもどこでも 見えて、うん、気軽に見れる、うん、それこそ時差もないし、うん、見れるんで相手の検索が十分できるんですよ、うん、で、ただ1年間全く日本に帰ってきませんって人は話にならないですよね、うん、で実際そういう人もいましたよ。ワシントン DC にいるとか、はい、ニューヨークにいるとか、うん、でそういう方の場合ニューヨークで結婚したいってことになると、うん、前の女性の場合は、まあ、ニューヨーク在住だったんですけど、はい、ワシントン DC とか、うん、ボストンとか、うん、そのニューヨークから飛行機で会いに行ける、電車で会いに行ける、うん、そういう人たちとお見合いをしてました、まずは。で今回は多分木月さん見ていただいたブログは、うん、日本にいる男性と海外にいる国連に勤めている女性のご結婚だと思うんですけど、うん、はい、この子の場合私すごい覚えていて、暮れかな、去年の暮れにメールが来ていて、うん、実は海外在住ですと、はい、で今いろいろ悩んでるんだけど、34か5歳ぐらいだったんだけど、うん、このままずっと国連で世界中をこうね、はい、発展途上国も行きますよね、はい、っていう生活もありなんだけれども、でも結婚をしたい、うん、結婚もしたいと思ってるけれども、うん、まあ、今の仕事を続けながら日本人と結婚したい、はい、うん、でご自分がいる国ではその生活水準とか、うん、それからその国民性とか、まあ、そういったものが随分違うわけですよね、はい、だからそこの現地の人と結婚するって言ってもまたどっか動きますよね、何年後かにね、うん、だからそこもしづらいし、うん、できたら同じ職場がいいんだけど、同じ職場って人数も少ないしっていうことで、じゃあ活動を通じて自分自身が本当にどんな生き方をしていきたいのかとか、うん、自分探しをしていきましょうと、今は分からない、決められない、でも本格的に婚活っていうのをスタートをすると自問自答することになるんですよ、うん、そこで答えが出るんじゃないですかっていう話と、うん、で、活動としては日本に戻ってくるのが年に3回か4回とおっしゃってたんで、うん、その時にまとめて次戻ってくる時が5月って言ってたんですよ、その時、うん、で5月に戻ってきた時に10人会ってくださいと、で10人のお相手は私の方でピックアップするなり、うん、ご自身で見てもらって、うん、会いたい人がいれば教えてくれればとしますと、うん、でそういう話をしてぴったり10人を見出したんですよ、はい、ぴったり2週間とか2週間で、ね、うん、で帰ってこられて、うん、もう成田からそのままマリーミーにいらして自分の家に帰らないで、はい、でホテル住まいしたんですよ、うん、ご両親の前の皆さんにご挨拶、そうそうそう、で2週間ホテル住まいして、うん、でお見合いに着ていく服もないんですよ、
その発展途上国の暑いところにいるので、もう本人真っ黒に焼けていて、スカートもなんかふわふわしたサラサラした涼しそうな服しか持ってないんで、それこそその婚活ファッションなんてないわけですね。タウンで着るようなお洋服ないから、あのうちのスタイリストと一緒にお洋服を買いに行って、でメイクも綺麗に教わって、で肌白くしないとね、もうちょっと白くしないとウェディングを着るときに真っ黒だよねって、あのドレス着るときに、そうそうそう、だから外に出るときは日焼け止めなきゃダメだよねみたいな、そこから始まったんですよ。で揃えて、で10人お見合いして、3人の人とあの交際を戻ってしといてくださいって話をしたんです、で結局は2人の方と交際をして一旦戻ったっていう。で戻ってる時は電話とかメールとか LINE とかでこうずっと2人とお付き合いをしていて、で1人辞めて残りの1人が残りました。で次戻ってきた時にその方とあのなんていうのかな、真剣交際っていう風になってるんだけど、もう誰とも会わないでその方とだけお付き合いします、ね、お本校生とか言うんですけど、お付き合いしますってなって、で9月に帰ってきた時にプロポーズ、だから年末からだったら約9ヶ月で、スタートしたのが1月だったから、5月ですね、4ヶ月、4ヶ月、5月にお見合いしたから6、7、8、9だね、4ヶ月で、確か4ヶ月だと思います。1月の時はお見合いしてたかな、確かとにかく4ヶ月ですね、半年以上は付き合いませんから。その先ほどおっしゃったね、その植草美幸コースっていうのってね、実際何してくださるんですか、よくみんながね、それを言うんだけど、何してくれるって、コースはそもそも3つ、はい、で私のコースが大人気なんですね、これは、あの婚活アドバイザーってよく言うんだけど、結局は仲人ですよね、昔ながらのセッティングしてくれたりとか、仲人さんっていうのは間に入りますね、仲介の中だからね、でこの方とこの人をこうマッチングする、この力がないと全然愛もしない人に、はいこの人どうですかってやったって決まらないですよね、そのサイト上でだけでやるんではなくて、自分のその会員さん、もしくはうちの他の弟子が5人いるんで、弟子のところの会員さんとかで、あこの人とこの人ぴったりだわっていうことを常に自分の中にあるんですか、持って自分の頭の中に入ってる、私70人毎月あの見てるんだけど、70人のうち全部覚えてますから、毎月カウンセリングするん で、で全部覚えて、あの子とあの子、あの子とあの子みたいに頭の中でマッチング、これがすごくやっぱりうちの弟子誰も私には勝てない、マッチング、誰と誰はこういう生活だから、こういう職業だから、こういう、環境で育ってるから合うだろうっていうのを見越して紹介する、これとあとはそのシステム上でご自分が会いたい人にどんどん申し込むのもよし、申し込まれたものは全部あのお見合いまで持ってきますから、まあ、それもやりつつ、場合によっては他で、出会った人、他の結婚相談所の人、他の相談じゃなくてフリーで自分で飲みに行ったりとか、会社の人とかで、そういう方の相談も受けるんですよ。で20代だったらまだ出会いがあるから、そういう話いっぱい持ってくるんですよ、でそれはそれでやってって、なぜかというとそのご縁を大事にしてほしい、もしかしたらその方とのご縁の方がいいかもしれないこともあるので、そちらの恋愛相談もしながら、要は私は誰と結婚してもいいです、その方が幸せだったら、選ぶのはあなたよねっていうことで、でそっちの相談を受ける、なんでこんなことやってるかっていうと、婚活を通じて女子力が上がるんですよ、で結婚っていうのは何だろうってことをみんな考えるようになるので、結婚イコールウェディングドレスと着るじゃないってことに気がつく、結婚というのは結婚した後の長い50年60年70年の人生を誰かと手をつないで生きていく、それには生きやすい人っていうようなことをいろいろいろ考えますよね、それだから恋人選びじゃなくって夫選び妻選びに変わる考え方が、で頭の中があの整理できて、雰囲気が女らしく男らしくなってくるとモテるようになるんですね、なるほどね、今まで相手されなくても、今まで目にも留めてもらえなくても、常に意識するようになると急にモテるようになったんですって言うんですよ、そっちでそっちでなんか声かかってる人、どんな人どんな人って私聞いて、その人でいけるかもよって、今度こういう風にしてみたらデート逆に誘ってみたらって言って、あの応援します、そうじゃアドバイザーっていうのはその、まあ、いわゆる
その方にとっていいように恋愛のアドバイスだったりとか、うんね、結婚のアドバイスだったりとか、そうそう、でアドバイザーっていうと婚活アドバイザーだから、うん、婚活する上でのアドバイスだけっていう意味合いに聞こえちゃうかもしれないけど、うん、本来は仲人ですよね、内田を取り持つ紹介して、うんうん、これプラスアドバイスなんで仲人&アドバイザーみたいな感じですかね、うん、こっちの私のやってるところは、うんうんうん、でその私がこうピックアップした2人がご紹介して結婚したっていうやっぱり割合の方が高いですよね。自分でどんどん申し込んでも何人申し込んでも誰も OK してくれないとか、うん、そういうことで苦労するんじゃなくて、こちらからこの方どうですかってやった方がやっぱり先生おっしゃる通りですって言ってくれるんで、思った通りの先生おっしゃった通りの方ですね、嬉しいですって、でそうすると私はやったと思ってガッツ、今回もやったって自分で喜んでるんです。あ、そうですか、はい。さあ、植田さん、11月12日、はい、13時からセミナーがある、はい、ということなんですが、はい、セミナーってどんな？セミナーはですね、うん、あの本当に少人数なんですね、6人とか8人とか、うん、この距離で、で質問も途中受けられるんですけれども、うん、皆さんが、婚活婚活ってよく聞くけれども、うん、実際に婚活って何よっていうようなところからお話をして、うん、あと昨今の恋愛事情とか、うん、昨今の結婚事情とかパーセンテージ含めてお話しします、うん、それから一番みんなが知りたいのはどんな人が結婚できるのかなっていうところになるとすごい盛り上がるんですよ、はい、でどんな人が逆に結婚できないのかなとか、うん、この2つ、はい、あと結婚って幸せなの一体全体どんなものなの、うん、したことないんでみんな、はい、で、はい、そういう話をするんですけど、うん、参加する方々は20代30代40代が、まあ、メインなんですけれども、8割ぐらいの方は実際にどこかの相談所、うん、どこかの情報サービスですでに活動してます。ああ、活動されてる方が、うん、あえてこの周りにいてどういうところかなみたいな感じでセミナーにいらっしゃることが多いということですね。はい、じゃあぜひ皆様お気軽に、はいはい、チェックしていただきたいと思います。今度11月12日に、はい、13時からセミナー、はいはい、で11月18日、はい、10時半から女子力アップレッスン、はい、そして14時から男子力アップレッスンということで、はいはいはい、どうしていかがでしたか今日は。今日はですね、うん、あっという間にあの喋り切ってしまって、うん、何を喋ったかも分かりませんけれども、うん、私の本がですね、うん、ニューヨークの紀伊国屋書店に売ってるらしいです。へえ、はい、過去に5冊婚活の本書いてますから、うん、そのどれがあるのか分からないんですけれども、うん、各国の、まあ、大きなところですよね、うん、ワシントンとかニューヨークとかね、うん、パリはあるかどうか分かりませんけれども、うん、そういうところに本があるらしいです。で海外にいらっしゃる方も、うん、ぜひあの YouTube でたくさん私この番組をね、うん、YouTube でご紹介してますので、うん、そういうものとか、うん、あともうオールアバウトの記事ですとかダイヤモンドとかシトラスとかいろいろ書いてますので、そういう記事を海外にいる方も読んでいただいて、で日本にいる日本人の人と結婚したいなって思われたり、海外駐在員の人と今いるところで紹介してもらいたいなっていう方がいたら、ぜひぜひ私の、あのホームページからご相談いただければと思いながら喋ってました。なるほど、なるほど、はい、はい、そんな感じ、そんな感じ、はい、まあ、いろいろね、植木さんのことを触れる場もあるのでね、ぜひいろんなものをね、はい、チェックしていただきたいと思います。はい、じゃあ時間のようですね、はい、はい、お相手は植木さんみゆきでした。ではではまた来週この時間お楽しみに。ごきげんよう。ごきげんよう。はい、ぴったりですかね、今12分35秒。